集チャンネル。今年30店舗増やすことをここに表明しますってなった後、親指に血で母印つうのよで塗られてるのがずらーって並んでんのよ。地雷劇やん。そうで入ったら、これ全部あの血でやってっから、社長になんか自慢げに言われてマジやべえなこの会社って思ったのが、ちょっとまず最初ドン引きした経験ですね。これジャブ、これジャブなの。ジャブですか。ハードルが高いよ。すごい。僕らがよく会ったのは金払わない客、あるあるなんですよ。特にネット業界とかって、まあ見えないものを売る、まあ証券もそうかもしれないけど、で中小だと本当に入金されるまで安心できないっていうのはまあよくある話で、ベンチャーの営業会社の人たちって未入金だった時にどうやって入金させるかっていう知恵をどんどん蓄えていくんですよ。でもちろん最初からおい払ってよっていう強気でいくと、向こうはいやもう絶対払わねえってなっちゃうんで、これ一番ダメで、払わない人ってさ、なんで払わないの？広告の効果が、例えばじゃあ10件問い合わせが来ます、でも来ないかもしれませんってなった時に、0件だったとかって別になくはないわけよ、広告だから。だけど0件だった時に、なんか本当にこれ10件来る見積もりってか、なんかシミュレーション合ってんのみたいな、意味ないじゃんこれってお客さんの気持ちは分かるんだよ。ただまあ最初に合意した上でやってるけど、なんか0件だったりするとそういうのがたまに起きる。特に中小のオーナーとかだと本当にそういうのがなんか結構あったりするから、前金でこう頑張ろうとしたりとかっていうのはベンチャーの時はよくやってましたね。証券とかってもそんななさそうですよ ね。 そうですね。損した場合とか、損失補填じゃないけど、そういうのをしろって言ってくるお客さんもまあいますけど、お金取れないってことはまあないですよね。お金こっちに預かせてもらって、それをまあ運用してお金を増やしてるわけなんで、それで損しちゃったらやっぱすごい怒る人はいますね。損した人がいたらどうするんですか。ひたすら謝るっていうところですよね。ひたすら謝って、でかつ次の銘柄を進める。よく言うじゃないですか、批判と対策はセットなんですよ。クレームで呼び出されたらチャンスって思うんですよね、営業マンはね。そうか、会える時はチャンスですよね、毎回基本的に。だからクレームも嬉しいんですよね。そうそうそう、クレームで、あ、すいませんっていうのを口実に提案ができるし、接触もできるっていう。クレーム言うってことはやっぱり偉い人が出てくるから、これはあのチャンスみたいな感じになるっていう、これあの良くない思考なんだけど。それは3人共通見解なの今。共通見解ですね。やばすぎるな。でもやっぱりその損しててすごい怒ってるんだけど、そこからまたちょっとこうなだめて違う提案をすると、あ、まあじゃあ次じゃあこれで頑張ってよって感じで、なんか追加入金されるみたいな。なるほど。いうこともやっぱりあるんで、これすごいビジネスチャンスですね、クレーム。まあ増やしたいから怒るわけですからね。そうですね。本当にダメな時はもうそのまま切られるんですよ。クレーム言うってことはまだこっちへの伸びしろを期待してるから呼ぶんですよ、感情的に。そこでもう本当に向こうの言うことを全部おっしゃる通りです、おっしゃる通りですって吐き出させると、向こうもふうってなって、じゃあ次どうするってなるんですよね。だからクレームはあの一番あの受注につながりやすい、まあ、このこと俺今ここで言うのどうなんだまあまあまあ、でもこれはね、それこそ営業マン以外にも今独立してフリーランスの人とかもクレームを受けることはあるわけですからね。その時にはそのマインドは重要ですよね。そうだね。だからあんまり俺は逆にクレームっていうのはあんまなくて、自分がするようにしてるのはもう切るか継続前提で起こるかどっちかっていう、その感じだよね。やばかった客というか、そういう人いるんだなみたいなのはあって、これは僕も結構未熟だったというか、若か1年目の結構最初の頃だったと思うんですけど、証券会社 IPO っていうのがあるんですよね。 IPO って何かっていうと、新規で上場するっていう株の要はまあ配分というかがあって、もちろん銘柄によるんですけど、新規上場株って本当に一瞬で倍とかなったりするんですよね。この銘柄はもう来るだろうみたいな、結構みんな分かったりするんで欲しいんですよ。証券会社とか支店によって配分があったりなかったりするんですけど、基本大口のお客さんに渡すんですよね。証券会社から見たら、そんな美味しいツールを、例えば口座残高10万円ですっていう人に渡しても、別にその後何もメリットないじゃないですか。結構大口の人とか、今までは取引なかったけど今回これをつけるって言っちゃって口座を開けさせると、それはそれであのいろんな問題があるんだけど、まあ中はまあ暗黙の了解的な形でこういうものを紹介しますんでっていう形で口座を開けてもらうことが多くて、で僕がある会社経営者だったかな、女性の方にアポが取れて行ったら、結構私証券興味あるんですよみたいな、来た来た来たみたいな、その若かったんで、ああ来た、いいお客さんだなと思って、他社でこういう商品持ってるみたいな、で金額としては3億ぐらい持ってる、これはもう俺今年の新人賞もらったからただなんか株もやりたいんだよねみたいな、で儲かる株ってなんかあるのみたいな、
なんかこういうのを聞いたんだけどっていうのが IPO だった、はい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 、いざじゃあ会社に帰ってあのこういう案件だったんですよねみたいな IPO 欲しいって言ってるんでなんか僕にいくつかもらえませんかみたいな言って金額としては20万円分ぐらいしか配分がもらえなかったんでそんな大きな額ではないですけど一応お客さんに行ってもらいましたよみたいなとりあえずまあそれの取引だけしようってなって 1.5 倍か2倍ぐらいになってポンって言ってああ儲かりましたねって言ってでそういえばあのこの前話してた他社の件とかってうちのこういうものがあるんですよとか今遊んでる現金でこういう商品とかどうですかって言った瞬間にツンみたいなになって、うんうんまあ、結論その人たちはもう連絡も徐々につかなくなり、うん、入金も当然一切なく、うん、気づいた時には引き出されており、うん、あみたいな美味しいとこ取りされたみたいな、うんうんうん、まあ古川も未熟だった部分があるんですねそうあるんですけど、まあ、やっぱそういうお客さんもいるんだなみたいなのは思いましたね、うん、これあるあるですねIPO を持ってる証券会社しかも新人営業もあるあるです、うん、変な客かどうかっていうのはもうきちんとやっぱ見定めてやっぱり IPO を餌にまたはこう口座 を開けるよっていう買うよっていうのを餌に IPO をもらおうとしてるやからもたくさんいるんで、うんうんうん、そういうやつかどうかっていうのを見極めは大事ですどうやって見極めるんですか最初やっぱり分かんなくてやっぱり僕もあったんですよ、うんうん、当時サントリーの IPO がなんかあったんですね、うんうんうん、サントリー食品かなんか、うん、でそれをやっぱり買うので、うん、口座俺の従業員とか100人ぐらい開けさせますよとかって言ってて、うんうん、でそんなお客さんがいたんですよって上司に報告したらそれ絶対嘘だからやめときなって言って、うんうんうん、やっぱりもう会社の帝国データバンクとか調べたら全然財務状況もそんなに良くないし、うん、全然そんな売れてるそうな会社じゃなかったんで、まあ、多分嘘だと、うんうん、まあ見切ったんですけどそのうち勘で分かるようになるんですか勘ですね欲しそうな人ってなんかひもじいじゃないですか、うん、ああなるほどねそういうのやっぱりまあ顔に出るんですよね、うん、はいはいはい若いやつからなんかちょっと取ってやろうかなみたいな、うんうんうん、っていうのを考えるのはやっぱりさすがに僕らも分かってくるんで、うんうんまあ、そういうのも本当に勘としか言いようがないんですけどなるほどただ新人のうちはそれにかもられると結構逆に証券マンがかもられるっていうかもられるし事例があるんですよね、うん、でも冷静に考えると2億3億持ってる人がその20万何十万の話で食いつくわけがないんですよ確かに、うん、そんな誤差だし日々毎日動いてる金額を一時言ってくるってことは、うん、あ違うんだなってこっちも分かるようになってくるしなるほど言葉のもう小さなあれでその人の金持ちのなんかが分かるか、うん、分かってくるっていうだから1本が2本がって言った時の話だよねこの間のでちょっと今後その営業コンテンツはこの猛者たちと一緒に作っていきたいなと思いますので営業のこういう話をしてほしいみたいなのがあったら、うんうん、書き込んでもらえれば、はい、古川飯田が対応します、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしていますフリーランス向けオンラインサロンもやってます出演者募集中概要欄をご覧ください